1987年の F1 世界選手権1987年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第38回大会である。ブラジルのジャカレパグアサーキットで開幕し、最終戦のオーストラリアのアデレード市街地コースまで全16戦で争われた。ダブルタイトルを獲得した。 ウィリアムズ FW11 バイトホンダマクラーレニ MP43 タグポルシェロータス 99T ホンダローズウェイ10バイトメガトロンリジェ JS29 メガトロン翌年にターボエンジン世代最後のシーズンを迎えることもありレギュレーションによりターボ車は積載燃料が195リッター FIA より支給装着が義務付けられたポップオフバルブにより 下級圧は4バールに制限された。反対に2年ぶりに使用が解禁されたな、エンジンの排気量が 3500cc に引き上げられ、性能の格差縮小が図られた。一足先にな、エンジンへ転向するチームもあったが、上位チームはすべてターボエンジン搭載車で占められていた。シーズン序盤戦は、マクラーレンタグ。 ポルシェのアランプロストとロータスホンダのアイルトンセナが2勝を分け合い、ポイント争いをリード。中盤戦以降は連勝した、ウィリアムズホンダのネルソン・ピケとナイジェル・マンセルのほぼ一騎打ちという、様相を見せた。マンセルが、ボールポジション8回、優勝6回と、最速ながらリタイアも多かったのに比べ、ピケは、優勝3回ながら2位7回という安定感で、 ポイントリードを広げた。ドライバーズタイトル争いはシーズン終盤までもつれ、マンセルが連勝すれば逆転の可能性もあった。だが、日本 GP の予選でマンセルがクラッシュし、同レースを欠場することが決まったことで、自動的にピケの1981年と1983年に続く3度目のドライバーズタイトルが決定した。プロストは、 ポルトガル GP でジャッキー・スチュワートの F1 最多勝記録を16年ぶりに更新する通算28勝目を挙げた。日本 GP ではゲルハルト・ベルガーがフェラーリにとって2年半ぶりの優勝を遂げ4強プラス1の時代を迎えた。前年に安定したパフォーマンスを見せたホンダエンジン搭載車がこの年も強さを見せ、ウィリアムズとロータスの 両チーム合わせて11勝を挙げたほか、イギリス GP では、初の決勝1から4位独占、イタリア GP では、決勝1から3位を達成すると、表彰台の常連となった。ウィリアムズは、前年の傑作マシン、FW11 を熟成させた、FW11 バイトで9勝を挙げ、シーズンを圧倒。2位に61点差をつけて、 コンストラクターズタイトルを連覇した。ロータスはアクティブサスペンションの熟成に手間取りながらも、セナが得意とする行動コースで2勝を挙げたほか、中島もデビューイヤーの上にアクティブサスペンションやエンジンをキーンとする多くのマシントラブルに襲われたほか、予選では中断に沈むことが多かったにもかかわらず、シーズン当初から堅実にポイントを稼いだ。このように、 ホンダエンジンとウィリアムズとのコンビは活躍を見せたもののイタリア GP 期間中にホンダは翌1988年のエンジン供給先はロータスとマクラーレンとなることを発表した1984年以降続いたウィリアムズとの契約は1年を残して打ち切られることとなった車体姿勢を油圧制御で保持するアクティブサスペンションが本格的に 実戦投入された。ロータスとウィリアムズが使用し、計算賞を挙げたが、システムの重量や信頼性など、熟成不足による課題も多く、ウィリアムズがわずか2000のみしか使用しなかったように、この時点では他チームに普及するまでに至らなかった。ロータスのセナが得意な市街地コースでは、いいところも見せたものの、油圧が抜けて、亀の子状態になるケースや、 コンピューターのトラブルで4輪がそれぞれ別の方向に動くなどのトラブルが起き、結局ロータスはこの年限りで、ウィリアムズも翌年中盤に従来のパッシブサスペンションに戻した。ベネトンは BMW からフォードのターボエンジンにスイッチし、優勝こそなかったもののベテランのティエリー・ブーツェンとテオ、ファビのコンビが安定した、戦闘力を見せ、3位表彰台2回を獲得した。 翌年以降、フォードからワークス待遇で、エンジン供給を受けることになる。アローズやブラバム、リジェなどの中堅チームもすべてターボエンジンを搭載し、デレック、ワーウィックや、エディチーバー、ルネアルヌーや、リカルド・パトレーゼ、アンドレアでチェザリスやピエル・カルロ・ギンザーニなどの高い、経験値を持つドライバーを要した。上位チームがリタイアしたレースで、 ブラバムが3位表彰台2回を獲得するほか、予選では中島やヨハンソンを食うことも多かったが、シーズン全般的には3チームともに速さ、信頼性が不足しており、上位チームを脅かすまでには至らなかった。特にこの年低迷したリジェは、そのまま低迷期を迎えることとなった。ミナルディア、ザクスピード、オゼッラなどの、 ターボエンジンを搭載するものの会を定位置とするチームも参戦を続けミナルディのアレッサンドロ・ナニーニなどの翌年に行こうたチームで開花する若手ドライバーが光るところを見せたものの速さや信頼性不足のためにいずれもポイント獲得はならなかった。なお、1987年の1年限りの 実施であったものの、自然吸気エンジンを使用するチームとドライバーを対象とした別規定商店として、ジムクラークトロフィーとコーリンチャップマントロフィーが制定されている。これは、1989年からの下級禁止レギュレーションへの準備段階として、先に自然吸気エンジンを使用するチームとドライバーへの救済措置であったが、翌年は、 両者の性能差が少なくなったために実施されなかった。なお、ジム・クラーク・トロフィは、安定した走りで数回ポイント圏に食い込んだ。ティレルのジョナサン・パーマーが、コーリン・チャップマントロフィは、マーチやラルース・カルメル、AGS などとの戦いを制したティレルが獲得した。ドライバーズポイントは1位から順に6位まで9から、6から4から3から2から1が与えられた。ベスト11戦が、 ポイントランキングに数えられた。ポイント無効コンストラクターズポイントは1位から順に6位まで、9から6から4から3から2から1が与えられた。ドライバーズタイトルとは異なり前線がカウントされた。ローラはコンストラクターズタイトルに1台しか登録していなかったため、ダルマスのポイントは無効とされた。ありがとうございます。